なんか今日、はい。特に何もこう、なんていうのか、レジュメ的なものも何も用意してないんですけど。私がこの前、お送りしたものを使ってもいいですか？あ、はい。あれの流れで、はこい。んなことを喋ろうみたいな、なんか手元メモみたいなのはありまちょすか？こっじゃとあるので、はい。よろしくお願いします。じゃあ、よろしくお願いします。ですね、私の YouTube で、去年、2022年の9月から、ゆるく語る憲法というシリーズを始めまして、いろんな弁護士の先生をゲストで呼んでいます。で、今日、で、私はこれにかこつけて、自分が話したい、弁護士とかに声をかけてるんですけど、今日は、千葉県ですよね。はい、千葉です。千葉県の、南川麻衣子先生をゲストにお呼びしました。南川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すいません。まずちょっと簡単に自己紹介していただいていいですか？はい。千葉県の船橋市というところで弁護士をやっている南川真由子と申します。南の川と書いて南川です。自己紹介。そうですね。一般の人にはあんまわかんないかもしれないですけど、58期という修習期で、今、もう少しで弁護士20年経つのかなぐらいかな、だいたいそれぐらいになってきたかなと思います。まだ18年かな。すいません。若干不正確だな。2017年登録かな。でももうあとちょっとですね。そうですね。はい。で、もともとの来歴っていうのかな。最初、社会人になった時は、会社勤め、通信会社に普通に大学卒業して就職して、で、4年ちょっとぐらい働いてから、やっぱり司法試験を受けようということになって、会社を辞めて司法試験を勉強し始めて、それで受かってから登録っていう形なので、登録はやや遅めで、29歳ぐらいかな、年齢で言うと。で、弁護士登録したっていう感じ。あ、違うな、30歳だったか。だいたいそれぐらいに登録したっていう感じです。民間企業に一旦、就職されてるじゃないですか。はい。民間企業に登録っていうか、就職されたときは、どういう、なんか司法試験も一応考えたけど、民間企業に就職したっていう感じなんですか？いや、当時は全然司法試験を受けるっていう選択肢が私の中にはなくって、なんか国際的なキャリアマンになりたいみたいな感じで、まあ、普通に4大卒するときに、普通のこう就職活動の波が来るじゃないですか、一斉の。その波に乗って就職活動したっていう形だったんですね。だから、まあ、大学の時は、法学部とかでもないし、ICU っていう大学は教養学部しかない大学なんですけれども、そこで社会科学科っていうところで学んでいるだけで、別に法律を専攻してたわけじゃないので、司法試験は当時は全然考えていなかったっていうところですね。なんか先生、実は私、ICU 受けました。あ、本当ですか？ 似合いそう。それで、ICU はすっごい憧れの大学で、だから、なんか私、受験した大学の選択がなんかよくわかんないんですけど、ICU は受けたんですよ。でも、結局、まあ、行かなかったんですけど、憧れの大学でした。あ、本当ですか？すごい、ちょっと都内にありつつ、なんか、ちょっと辺鄙っていうか、すごい、緑が豊かで、ちょっと隔絶されたっていう意味で、アイソレッティッド・クレイジー・ユートピアっていうのが別名なんですけど。すごい憧れの大学で、受けましたよ、本当に。ちょっとなんか入試も面白い入試だったですよね。入試もすごく変わってて、で、それもちょっとあったのかな？なんか、この入試のパターンだといけるかもみたいなのもあったのかもしれないですけど、受けましたね。そうか、そうか。それで、まあ、卒業してからの司法試験ってことですよね。そうで、卒業して4年ぐらい勤めてから、で、ちょっと働きながら司法試験ってやっぱ結構厳しいんじゃないかと思って、両立が。でもこれは受けるならスパッとやめて、
なんとか30までに受からないかと。で、それ以上ダメだったら諦めようみたいな。最大3回受験までみたいに自分でお尻を決めて、なんか普通に司法試験予備校みたいな。当時まだロースクール制度が始まる前で、ギリギリ。はい。ギリギリ前で、なので普通に予備校に通って、受験勉強っていうのかな、司法試験対策勉強をしてたっていう感じです。そのなんか民間企業でのお勤めって、なんかどうでしたか？その同業者だと、その民間企業で勤めた経験ない人の方が多いじゃないですか。どっちかっていうそうですよね。そのあたりどうですか？お勤め経験もあって弁護士されてるのは。ああ、なんか、実はあんまり回り道だったなと思ってなくって、会社勤めしてから、こっちの世界に来てよかったなってすごい思っていて、なんかまあ、たった4年だけれども、一応、企業に勤めたっていうところで、いろんなことを味わうっていうか、なんか自由だった大学までの生活とは違う、こう、いろんな昭和的な価値観、どっぷりの、なんていうのかな、ちょっと大きめの会社だったので、なんていうかな、昭和的ないろいろな、例えば飲み会のお作法とか、先輩の立て方とか、いろんなことが、なんていうかな、身に降りかかってきて、組織に属するってこういうことみたいなのを味わったのは良かったなと思ってて、あとは働く人の気持ちとか、そういうのも分かるきっかけにはなっていたり、あと、労働環境がどうとか、そういうのも、現場って言っても一企業の一、二個の部署だけだけれども、実情を見てから、労働問題とか対応するのと、そうじゃなくて、ただ弁護士として外から見て対応するのだと、やっぱちょっと想像力の範囲が違ったかなって思うので、まあ、勤めたのも良かったかなと思ってます。本当にそう思います。なんか本当にその、まあ、弁護士って一人でも仕事できるから、すごい、その、組織に属する人とはもう全く考え方が違うっていうか、っていうのは、私、自分で日々やっててそう思うし、そのね、そうじゃない、自分とは違う境遇に置かれた人に対する思いやりみたいな想像っていうのも、本当、かけがちになるから、私も本当に思います。だから、私なんて本当、その、お勤めの経験もなく、30過ぎてようやく弁護士になったんで、で、私、人生経験があるとしたら、本当に飲み屋によく通ったっていうぐらい。でもそれすごいバリエーション豊かないろんな人と会いそうですけどね。それは本当、バリエーション豊か。だから、そういう、なんていうんですかね、遊びの部分はあってよかったなって思いますね。そういうのもなく、ストレートに弁護士になってたら、それはやっぱ、それはなんか、良くなかったかなっていうふうに、今となっては私も思います。なんか弁護士っていう肩書きがついちゃって人と出会うと、その肩書き付きで見られることは結構多いじゃないです多いか。ですね、はい。だからそれなしで出会えるっていうところ自体があってよかったなってそう思ですね。うのと、あと自分の向き不向きもすごい思ったっていうか、やっぱちょっと巨大組織に属して、その中の一コマとして働きながら上を目指すみたいなのが向いてる人は楽しいだろうと思うし、あ、私こっちじゃなかったみたいな感じではありましたね。だから自分が心地いい場所ってどんな場所かなみたいなのも多分違う環境に行ったから考えて、その後選んだって感じがありますかね。なんかやっぱりそういう選択のゆとりがあるっていうのは本当にいいことですよね。だから。まあ、結果論なんですけどね。最初全然考えてなかったから、結果そういう順番になったっていうだけで、狙ってそういう経験を積んでから弁護士になろうとかそういうんじゃないんで、本当たまたまって感じですけどね。確かにそうですね。その時はそれしかなくても、後から見たら、そういうふうに見えるっていうだけで、っていうこともありますよね。うん。よ確かに。く、なんで弁護士になったんですかって聞かれて、はい。志望動機とか答えるじゃないですか。ああいうのも結局全部ちょっと後付けだなっ
って思ってて、いろんな気持ちの中で最終的にそういう決断になってるんだけど、なんていうのかな、その気持ちはなんか一面的な、すごい多面的な気持ちで、で、その場その場で、その場にあった、なんていうか理由をこう切り取って話すっていう感じだけど、実際はもっとなんか、なんていうのかな、最終的にたまたまこうなったみたいな感じもしてるっていなうる今日この頃ですね。いや、本当そうですよね。ありがとうございます。それで、私実は、私っていうか、お互いにまだ直接会ったことはなくて、私お得意の不思議な感じ。ツイッターでナンパしたぐらいの感じなんですけど、なので、そうですね。これを見た同業者の方は全然出たいって言ってくれたら、アレンジするんで言ってください。ちなみに今回は、南川先生は私から声をかけて、南川先生とお会いしたい、お話ししたいから、出て声をかけました。あで、りがとうございます。で、テーマについては、南川先生は、同性婚訴訟ですね。結婚の自由をすべての人にっていう訴訟の弁護団として、活動されて、発信もされているので、今日はそのことについてお伺いしたいんですけれども、まあ、憲法記念日も過ぎたんですけど、私は、まあ、いろんなところで機会があれば、同性婚は憲法は禁止してないし、それはもう判決でも、もう書かれたりしてるけれども、憲法を変えなくても、同性婚は法律を改正することで実現可能だっていうふうに考えてますし、やっぱり結婚したいのにできない人がいる現状は、やっぱりその、で、結婚っていうことの性質を考えると、すごく個人の、まあ、人格的な生存、尊厳に直結する権利というか制度だと思うので、一日も早く法律で定めるべきだというふうに考えていますが、2023年5月時点ではまだそういう法律はできてないですよね。そうですね。今は、戸籍上の性別、あるいは法律上の性別と言ったらいいかもしれない。戸籍に登録されている性別が同性同士だと、日本では結婚できない。結婚を選ぶ自由を、まあ、奪われている状態が続いているっていうのが現状の日本で、まあ、結構 G7 とかだと、もう日本だけなんですよね。その結婚か、あるいはもうほぼそれと同等の制度で、同性同士のカップルでも法的な保障ができるっていう制度が整備されてないのが日本だけっていう状況になっています。で、この結婚の自由をすべての人にの訴訟の弁護団に入られたきっかけとかって何かもしあれば教えてもらってもいいですか？そうですね。結婚の自由をすべての人に訴訟って呼んでるんですけれども、実際は全国5カ所の、地裁で継続し始めて、今審理が進んだり、判決が出たりしてて。で、私はそのうちの東京も、東京は一次訴訟と追加で二次訴訟までやってるんですけど、その一次と二次の、弁護団、東京弁護団と呼んでます。そこのメンバーの一人なんですけれども、一番最初のきっかけは、そうだな。2015年に、日弁連への人権救済の申し立てを当事者の方たちが、行ったっていうのがありまして、で、それ450数名の大勢の人たちが、日弁連に私たちは結婚ができないという人権侵害に遭ってるから、日弁連から国にちゃんと同性婚を整備しなさいっていうふうに勧告してくださいよっていうような、まあ、私たちの人権を救済する、アクションを起こしてくださいっていう申し立てを2015年の7月に行ってるんですね。で、私はその弁護士仲間というか、同期の親友とかが、その弁護団としてそこに関わってたりとかして、その動きを知っていく中で、自分もお手伝いしたいっていうか、一緒にやりたいなと思って、まずはそこのちょっと、お手伝い的な感じで関わるようになって、で、ところが日弁連が、なかなかすぐに、そうですねってならなくって、結論出すのに4年ぐらいかかったんです。最終的に。
2019年か、15年からちょうど4年経った2019年ぐらいに、最終的に日弁連も同性婚は法整備しなきゃいけないよっていう、日弁連としての意見を世に発出してくれたんですけど、それ出るまで結構4年も長くかかっちゃって、で、その間も当事者は、ね、例えば亡くなった方がいたりとか、もう結婚ができないっていう状況、すでにこう生活に関わってくるので、苦しんでる状況が続いてたので、もう次のアクションに動こうっていう話になっていって、じゃあ次は、国会にも動いてほしいんで、国会がそもそも遅々として動かない感じだったので、じゃあ司法に助けを求めようっていうことで、裁判を起こそうっていう話が、その中で起きていって、で、私もそこに参加したっていう流れになります。なるほど。私がちょっと、じゃあ、自分が作った資料を画面共有していいですか？あ、ありがとうございます。これですね。これでいいか。これでいいのか。今、共有できてます。この同性婚訴訟について札幌地裁判決と大阪地裁判決の比較ということで資料を作ったことがあるんですけれども、だから今の話がつながってくるのはここですね。2019年の2月14日に一斉提訴っていう運びになったってことですよね。そうですね。その4年ぐらい前に、2015年の7月かな、はい。に、さっき言った日弁連の人権救済申し立てっていうのが行われて、はい。ずっといい結果を待ってたんですけど、若干 しびれを切らした感じで、日弁連からの、アンサーが来る前に、2月14日がバレンタインデーってことで選んだんですけど、一番最初は全国4カ所、札幌と、東京ですね。札幌、東京、名古屋、大阪の4つの地裁で全国一斉に、だから大阪がダブってるかな？大阪がダブってがダブとる。はい。はいまず、この4箇所でスタートしはいはいて、で、書いていただいているように、後から福岡の地裁でも提訴が始まり、で、おととしには東京の二次訴訟。なるほこどの、第二次訴訟は東京だけですね。が、提訴されたっていう形なので、流れとしては、こう、最初の4箇所に福岡が加わって、東京ももう一個加わったから、訴訟の継続としては6本同時にこう走ってるっていう感じですね。で、2021年の3月17日に、札幌地裁で違憲判決が出ましたよね。はい、出ました。で、その後、2022年の6月20日に大阪地裁で、これは合憲なんだっていう判決が出たと。はい。その後、東京で出ましたよね、はい。22年の11月30日に、東京の一次訴訟ですね。で、この判決は、違憲状態判決と私たちは呼んでるんですけれども、憲法24条2項に反する違憲状態であるということを言った判決が出てますけど、結論は、合憲なんですよね 不思議な判決なんですけれども。っていうのが、今出てる判決ですか？はい、そうです。今の時点ではここまでです。で、この、すでに地裁で判断が出たものは、もう高裁に継続しているっていうことですかね。はい、それぞれが控訴審の審理中になります。で、まだ地裁の判決が出てないものも3つあるっていうことですよそういうことですね。ね。で、私も同性婚の問題について、だけじゃないんですけど、これ、何回か取り上げていて、で、一旦ちょっと丁寧にじゃないですけど、ベースの知識の復習も一緒にできればいいかなと思って、こういうレジュメを作ってるんですけれども、LGBTQ とかって言うけれども、今あんまり、分かってない人もいるかもしれないっていうことで、ちょっとおさらいしたいんですけど、はい。先生の方からちょっと説明してもらってもいいですか？あ、はい。ちょっと待ってください。はい。
LGBT っていうのは、まあ、その多様なセクシュアリティの中の、まあ、ある意味代表的な4つの類型をくくり出して LGBT っていうふうに略していて、で、L がレズビアンの略ですね。女性が女性を好きになると。わかりやすければそういうような形で。で、G はゲイの G で、男性が好きな男性。そして B は、女性を好きになることもできるし、男性を好きになる場合もあるという、その、男性でも女性でもという意味で、バイセクシュアルの B になります。で、ここまでが、どんな性別の人を好きになるかっていう、性的な思考、性的な、関心が向く、性別はどっち向きかっていうので、LGB。というのが3つちょっと代表的なものとして挙げていて、で、それとは別にちょっと今度は心の性と言ったりしますけど、自分自身がどの性別だって自分のことを感じているかっていう性自認という言葉を使ったりしますけど、そこに関しての言葉が T で、トランスジェンダーの T になります。まあ、生まれた時に割り当てられたとよく言われますけれども、まあ、便宜上男性か女性かに分けることに社会の方がなってるから、まあ、生まれた時赤ちゃんなわけですけど、その時にこの子は女の子、この子は男の子って、まあ、周りが決めるわけですよね。そういう割り当てられた性別と、自分は男の子だ、あるいは女の子だ、女性だ、男性だっていう、その自分の認識がずれている場合を、まあ、トランスジェンダーと言ったりします。ここに書いて FTM とか MTF。これも、この話題では結構頻出するので、できれば、分かっていただけるといいなと思うんですけど、ちょっと分かりづらい言葉でもあるんです。FTM っていうのは、female to male。つまり、女性から男性へ、まあ、性別が移行したっていうかな、というよりも、生まれた時、あるいは戸籍上、法律上の性別が女性で、でも自分は、男性だと感じる人を FTM って言います。逆に MTF の方は Men to Female なので、男性っていうことにされちゃってるけど、自分は本当は女性であるって思うっていうところで MTF と呼んだりします。この二つがどっちがどっちか、定着するまで分からなくなっちゃったりすると思うんで、ポイントは一番後ろの文字をですね、その人自身の性別としては M なのか F なのかで見分けてもらうと、面だったら、あ、この人自分を男性って感じてる人だなっていうことが分かるし、F だったらこの人は自分を女性だって感じてる人だなっていうことになります。これが LGBT。で、代表的な、まあ、性的少数者の中でも代表的な類型の4つを、の頭文字を取って LGBT って言ったりします。で、実際には、この4つの類型に当てはまらない性的少数者の方、類型の方もたくさんいて、それは、例えばパンセクシャルだったり、MTX とか FTX とか、いろんなパターンがあって、で、そう、あと自分のセクシュアリティは何だろうっていうふうに、なんていうか、常に自問自答している方もいたりとか、安定してないというかな、いろいろ考えがその時々によっても違ったりする人もいたり、いろいろなので、Q っていうのは、クエスチョニングの Q とか、クイアの Q とかって言ったりしますけど、結局はまあ、その他諸々みたいな、捉え方でいいのかなと思います。LGBTQ まで入れると、異性愛の性自認も一致してる人じゃない人たち全般、性的少数者と言われているくくりの中の人たちを、まあ、LGBTQ と言ったり、あと LGBTS って言ったりとか、S はまあその他みたいな感じなんですけれども、という場合もあります。だから、多数派が、シスジェンダーの、で、シスジェンダーっていうのが、トランスジェンダーじゃないという意味なので、まあ、なんだろう、生まれた時に割り当てられた性別に違和感がないというか、男性ってことになってるけど、自分は男性だなと思う。あるいは女性として生まれて、自分は別に女性ってことで、特に
違和感がないという人たちことシスジェンダー、トランスジェンダーの対義語みたいな形で用いれられますね。異性愛のことって何て言いますっけ？異性愛は、あれ、ホモセクシャルじゃないので、あれ、ちょっとど忘れしちゃった。なんだっけ、パッと出てこなくなっちゃった。ですね。ごめんなさい。ちょっとわかん、なんだっけ、私も、急ヘに。テロだ、ヘテロ。ヘテロセクシュアル。ヘラセクそう。ションですよね。異性愛者って日本語では言ったりしますね。ね。まあ、大多数の人は、なんか、私たちの時代とかの保健教育の教科書とかだと、なんか、第二次性徴期に誰でもこう、異性に対しての性的関心が芽生えるみたいに言われて、こう、異性に対して性的な関心が、を持つのが、まあ、通常であるっていうようなことを教え込まれて育ってきてるんだと思うんですけど、それはあくまでもヘテロセクシャルの説明をしてるだけであって、まあ、学校の教科書とか自体が異性愛者もいるのに、ヘテロセクシャルだけを説明して子供たちに教えてきているっていうところが問題としてあるんだと思います。で、あと、素地って言ったりするじゃないですか。これ、はい。ちょっと、やりたいなと思ってるんですけど、この素地っていうのは、はい。セクシュアルオリオエンリエンテーション。テーションですよね。SO の方と GI で別々の言葉をガチャンコして素地と言ったり、そぎと呼ぶ人もいるかもしれないですけれども、SO がセクシュアルオリエンテーション、つまり性的関心がどっちに向かうかっていう、さっき言った性的指向ですね。指を指すの方の。指を使った思考の方ですけれども、性的思考のことで、GI の方は、ジェンダーアイデンティティ、自分のジェンダーについての、なんて、自認、自らの認識のことを GI と言いますね。なので、ごめんなさい。すみません。だから性的指向とかジェンダーの自認についてのハラスメントっていう意味で、ソジハラって言ったりしますよね、今ね。しますね。だからこの言葉ももう結構、もうだいぶ一般化はされてきたので、ニュースとかでも何の説明もなく出てくることもあったりしますので、ぜひちょっと覚えていただきたいなと思いますよね。はい。で、そうですね、はい。だからまあ、これは多分、なんかは先生と私が話す分には、まあ、ちょっと当然の前提ではあるものの、まあ、一応復習っていうことでさせてもらいました。で、じゃあ、これ、こういう言葉自体は知らない人も多いと思うんですけど、これ私が作ったレジュメなんですけど、LGBT の問題と出会うきっかけっていうのは、私実はたくさんこれまでにあったはずだなって思うんですね。で、それは、どんな人にもそういう、出会うきっかけはあったはずだっていうことで、自分がじゃあ出会ったきっかけについて、ちょっと振り返ってみたんですけど、まあ、今年はもう私47になっちゃうんですけど、やっぱ1990年代に私自身は映画とか文学で学んだなって思っているんですけど、まあ、なんか村上春樹の、小説の中に出てきたりとか、あとは、このジャンジュネの泥棒日記とか、そうだな、なんかフーコーとか、あとなんだろう、映画なんですよね、私結構。このフランス映画の、この辺はフランス映画なんですけど、ついた男とか、これはもうゲイの人が主人公なんですけど、80年代が舞台なんじゃないかな。で、この野生の夜にっていうのは、もう亡くなって、エイズで亡くなってしまったんですけど、シリル・コラールっていう人が、バイセクシャルだったんですけれども、エイズになってしまって、で、その人の、まあ、半生を、自分自身の半生を描いた、小説があって、さらにそれを自分で映画化したっていうのがあって、そういうのを見たりとかして、自分はなんか、そういう、触れ合うきっかけになったっていうのがあるんですよね。で、最近の映画だと君の名前で僕を呼んでとか、あと、うちの夫によると本当にブロークバックマウンテンは素晴らしい映画だったっていうふうに
聞いてて、このミルクはハーベイミルクですね。自分がゲイであるとカミングアウトした政治家の話ですね。アメリカの話なんですけど。で、まあ、そういういろんな映画とかもあるから、なんか、まあ、いろいろその知るきっかけはあるんじゃないかなと思うんですけど、なんか先生どうですか？そうですね。知るきっかけ、難しいな。私は、中学、高校と女子校だったんですね。で、女子校だからってわけじゃないと思うんですけど、まだ BL っていう言葉がなかった頃だったんですけれども、同級生が、なんかそういう、なんだ、二次創作もので、なんか、自分で書いたのなのかな？いわゆる薄い本っていうような同人誌みたいなのを学校に持ってきて先生に見つかって取り上げられて、で、それがなんかドラえもんとのび太くんが絡むっていう内容だったって、それ読んでないか多分伝え聞いて、あ、そんな世界があるんだなって思ったのが多分中2ぐらいとかで、なんていうのかな？まだその頃は遠い世界のものとそういうのは思ってたかもしれないですけど、でも一方で自分自身が中1になってその女子校で女の子ばっかりの世界に入った時に、高2の先輩が学園祭で劇、ミュージカルみたいな演じてるのを、まあ中1の同級生も含めて自分も含めて、何々先輩がかっこいいみたいな、もう憧れみたいな感じで、キャイキャイ言ってた思い出もあったりして、なんていうのかな。異性愛ありきみたいな感覚もそこまで当時まだ強くなかったかなと思うので、なんかこう、女性を素敵だなって思うところから関心、ちょっと好きになって近くに行ったら顔が赤くなっちゃうみたいな、そういうキュンとした感じとかも自分の体験としてもあったりとかして、なんて言うんでしょうね。そういうのもあるんだよなとは思ってたと思います。ただし、なんか詳しいことはよくわかってなかった。そもそも男女のこともよくわかってないし、結構なんていうか、世にすれてない女子高生だったので、なんていうか、恋愛も含めて、なんか漫画で読んで憧れるとか、そういう感じだったから、あんま詳しく、女性同士だとどうで、で、男女だとどうだとかっていうのはあんま分かってなかった、その頃はなかったかなと思います。なうっるすらほそのき、もともとの記憶を掘り出すとそういう感じですかね。ど。その後はどうですか？その後、大学生。その後は、私自身は、まあ多分、異性愛者なんだろうなって思うんですけれども、基本的に自分は男性を恋愛対象として生きてきたので、あんまりその異性愛じゃない、例えばなんだろうな、女性から言い寄ってもらうっていう経験も特になかったし、普通に周りも異性愛で、異性愛がそのまま特別違和感なく来れてた方だったので、結構大人になって司法試験も受かって結婚して、みたいな頃の間まで、だから30過ぎぐらいまでは、その同性愛について関心はあまり持ったことがなかったっていうか、意識したことはなかったかなって思います。そういう意味でははっきりとこう自分の身近でカミングアウトをしてきてくれた人がいたわけでもなかったし、そっか、どっち。だからそれって本当に、だから人それぞれなんだなって今聞いてて思いました。なんか私も多分本当にたまたまに、大学1年生の時から、お友達でそういう人いたんですよね。で、男の子で男の子が好きな友達がいて、それでその、だから男の子の写真集買ってすごいキャッキャ言ったりとかしてて、で、なんか、なんだろうな、なんか、でも本当に、その、私は、高校時代からそういう文学とか、まあ映画も含む文学で触れてきたから、なんか、正直自分は、あとスポーツなんですよ。スポスポーーツツ。で、テニスが好きで、で、やっぱりマルチナ・ナブラチロワとかは、
だいぶ早い時点でもうレズビアンだっていうふうなことをもうなんか知ってたんで、なんかそういう影響ってすごい大きいですよね。なんかこう、で、はい。っていう感じでした。なんか、そう。で、ここは本当にいろんなことがあるから、私にとってはなんですけど、やっぱりその文学の持つその力っていうのはすごい感じていて、世の中の、いるんだけど、見えない存在にされてる人を見せてくれる。で、それを身近に感じることができるっていうのは、文学を通じてできた体験だから、実際にそういう人がいるかいないかに関わらず、あ、そういう人が世の中にはいるんだなっていうことを知ることだっていう意味で、私はそれ大きかったなって思うんですけど、ただなん今か、ちょっと、あ、ごめんなさい。ごめんなさい。急に思い出したんですけど、私が中高時代、コバルト文庫っていうのが結構流行ってて、氷室冴子とかわかりますか？わかりまなんす。かもう世代だなと思うんですけど、そういう作品の中でも、なんだろうな、男女入れ替えの物語があったりとか、レズビアン同士と女の子、レズビアン同士っていうか、女の子と女の子の、そういう、なんていうのかな、恋愛なのかな？のお話があったりとか、そういうのもあったから、多分自分が思う以上に、まあそういうのもあるんだろうねと、でもなんか自分事として見てたのかっていうと、多分私はそういう意味でヘテロセクシャルなんだなと思うんですけれども、あんまり、あ、そういう人もいるんだねって思いながら見てたっていう感じですかね。私がその一番今いろいろあるんですけど、一番本当に強烈な印象を覚えたのは、村上春樹さんの作品の中で出てきたんですけど、登場人物で同性愛の人が出てくるんですね。で、その人が言うセリフにも私すっごい衝撃受けたのは、自分が同性愛者だって言うと、すぐセックスのことを聞かれるって。性行為について聞かれるって。もう、異性愛者の人にセックスのこと聞かないでしょ？君たちどんなことしてるの？なんて聞かないでしょ？みたいなセリフがあって、あ、ほんとこれだなって。だからこれがなんかこう、なんていうのかな、差別の実態というか、なんだなっていうことをちょっとすごくもう、そういう何気ない会話で気づかされるのが、やっぱすごいなって思って、それほんと未だにすごい、めっちゃ強烈に印象残ってるんですよね。で、ただ一方で、友達にそういう人がいるとかっていう言説、あるいは自分も当事者だとか、だからといって、そういう人たちが差別をしないっていうわけじゃないっていう、ここは注意が必要だなと、まあ、自戒も込めて、考えているところではあります。なんかその、自分はよく知ってるから、差別をしないとかっていうのは、それはちょっと全く差別の話とは全く別の問題なんじゃないかなって思ってるんですけど、なんかそうですか？そうですね。逆に、いや、自分にも LGBT のと知り合いはいるんですけれどねって言いながら、平気で差別的な発言をする人をもういっぱい見てきているので、だから何ってか、いるのに言うんだとしか思えないというか、なんだろうな。そう、何が、どんな人を苦しめたり傷つけることになる言説なのかっていうことを知っていく機会とか努力とかがないと、基本的に差別してる側は差別に気づけないので、セクハラもそうだったし、パワハラだって、今でも正当な指導だって言い張る人たちだってたくさんいて、やっぱり何かのハラスメントっていうのは、まあ、ある意味一つの言葉がついたり、そして研修とかいろんな機会で、それを言われた側がどんなふうに傷ついたかっていうのを知っていかないと、ハラスメントだって、言ってる方が気づけない。だ私自身も、こう自分の過去の言動をこういつも思い返すときに、そぎ払うだけじゃないですけれども、まあ、当たり前のように異性愛を前提にして、彼氏いるの？彼女いるの？って後輩にいっぱい聞いてたし、会社とかで。でもそれって今で言ったらもうセクハラかもしれないし、そぎ払うかもしれないし、でもそれ知らなかったから差別じゃないってことじゃないと思うんですよね。だそこはすごい気をつけなきゃいけないし、人間は根本的には、
基本的に差別する生き物なので、残念ながら、知って、なるべくそうしないように、みんなが一人一人頑張るみたいなことが大事なのかなって思ってます。うん、そうですよね。本当に同感です。で、最近やっぱちょっとそういうところで、まあ、時代背景っていうのももちろんあると思うんですけど、いろいろその問題ありましたよね。こういうその、もうちょっとこれは読むのもちょっと嫌だなって思っちゃうんで、いろいろ、まあでも、例えばそのフジテレビの番組で、ホモオダホモオっていうキャラクターが、まあ、昔は放送してたんだけれども、やっぱりみんなの認識が変わって、これは問題なんじゃないかって思う人がとってもやっぱ増えたっていうことがあったりとか、あと BPO 案件になったのは、性別を、その街行く人に、街行く人の一般の方に性別をしつこく確認するような VTR が流されたっていう件があったりとか、まあ、これも BPO 案件になったんですけど、で、他には、これ政治家の発言っていうところが本当にちょっとひどいなと思うんですけれども、まあ、生産性がないとか、足立区が滅ぶとか、あと同性愛は精神障害だっていう発言が問題になったりとか、で、まあ、最近はもっとありましたね、秘書官が、そう、荒井秘書官ですね。隣に住まれるのも嫌だっていうふうに言って、これオフレコ発言だったんだけれども、報道されて明るみに出てっていうのがありましたよね。そうですね。あれは、岸田総理が国会で同性婚について問われて、で、極めて慎重に検討すべき課題であると。家族観とか価値観、社会が変わってしまう課題だから、社会全体の雰囲気にしっかり思いを巡らせた上で判断することが大事とか、まあ、いわばちょっと後ろ向きな発言を答弁していて、その答弁に絡んで、まさに首相の秘書官、筆頭秘書官ですよね。である、荒井、なんだろうな。ごめんなさい、読み方が荒井秘書官がですね、報道陣の前で、一応オフレコ取材ではあったけど、報道陣の前で、僕だって見るのも嫌だと。要は同性カップルを見るのも嫌だと。秘書官室もみんな反対すると。同性婚を認めた国を捨てる人が出てくるっていうような問題発言を。でもあくまでも公人というかその職責について秘書官としての発言ですよね。をしたってことで、まあそれが報道で明るみに出て、問題視されて、まあ更迭されたっていうところまで行ったっていうのが今年の2月とかですかね。そうで割す。とつい最近の話なんです。ほやほやで。だから本当に世の中は変わりつつあるけれども変わらないっていうことの象徴的ななんかニュースだなと思いましたね。で、変われてない人が、まあ、まだたくさんいらっしゃるんだと思うんですけれども、特に権力の中枢を握っているような場所にいる方たちで、まだ多いっていうところは、すごく日本の大きな課題なんじゃないかなって思いますね。なんかでも私本当に、すごい思うんですけど、こう、まあ、政治家も、その誰でも知ってるような政治家とか、秘書官とかまで上り詰めてる人ってもうすっごい、なんていうんですか、能力も高くて、パワーゲームをこう勝ち上がってきたわけじゃないですか。で、その優秀さ、ある種の優秀さっていうのは、何かその、なんていうのかな、何かをこう見えないまま突き抜けて走り抜けてきたんだなっていうのをすごい感じてしまいました。冒頭になんか先生が4年間だけれども民間企業で働いたことはすごく寄り道じゃなかったっていうかこう良かったっておっしゃったじゃないですか。で、私自身も司法試験は8回目でやっと受かったんですよ。頑張りました。い、33歳ってなったけど、で、それはなんか自分がこう、なんていうのかな、こう、自分に能力がないとか、すごく自分を卑下したこともあったんですけど、でも、じゃあ、一瞬の無駄もなく走り抜けた時に、自分が何かを、失ってたんじゃないかっていうことも同時に最近思うんですよね。まあ、トントンとストレートで受かってた場合。だからすごくなんかそういう勝ち上がった人が物事の決定権握ってたりするじゃないですか。そうですね。
だからすごくなんかもう何とも言えないやるせない気持ちになります。私、一方で思うのは、やっぱりその社会も理解を深めつつあって変化してきてる中で、その実際にたくさんいらっしゃるって分かっている同性愛カップル、同性カップルについて、見るのも嫌だとか気持ち悪いって思っちゃうまんまでいる、生きていくのって、なんていうか、環境への適応性が低くって、生きづらいだろうなとも思うんです。みんな異性愛が当たり前で、男女カップルで結婚するっていうのこそが正義だって思わされて生きてきてるけど、途中で気づける人、社会の変化でアジャストして、ちゃんと、あ、そっか、そういう人もいるよねと、そういう人たちも私たちと同じように尊重されなきゃいけないよねっていうふうに気づけて、心の底からそう思える。そしてその後、そのストレスを感じずに、社会の変化に適合していける人がいる一方で、なんかここに至って2023年で、まだ見るのも気持ち悪いとか嫌だみたいなことを、まあ感情としてどうしても持ってしまうっていうことは、まあなんていうのか、環境というか社会の変化に適応できてないってことでもあって、なんか適応したら、ストレス減って、みんなが幸せに生きていけるのに、気の毒だな とも思います。いや、なんかそれすごく面白い、なんか先生の視点だなって思ったんですけど、私はそういう人って合わせたつもりなんだと思ったんですよ。要するに、みんなそう思ってんでしょうみたいな。自分は多分ね、何にも考えてないんだと思うんですね。そういう、辛いなって思ってる人がいるとかっていうことは、発言の当事者にとってはどうでもよくて、聞いてる人に対して、みんなそう思ってんでしょみたいな。そういう、ある種の、なんていうんですかね、周りに合わせたつもりの発言だったんじゃないかなってちょっと思ってます。確かに、例えば10年ちょっと前とかだったら、当時石原都知事とかがガンガン差別発言していて、ましだた。けど特に、なんていうのかな、ニュース的に問題になることも、辞任に追い込まれることもなくって、なんていうのかな、当事者だけが傷ついてきていたっていう構造があったのが、2015年に渋谷区と世田谷区が同性パートナーシップ制度を初めて、日本の中で初めてスタートして、そこってちょっと大きな潮目だったと思うんですね。で、さっき言った同性婚を求める人権救済の申し立てが日弁連に400人以上の人が集まって一緒になってやるっていう、そういうパワーのある運動が起きたりとかっていうのは、あの瞬間は一つのその社会がちょっとずつ変わっていく中でも大きくうねった瞬間で、そこから今まだ10年経たないですけど、本当のスピード感を持って、まあ例えば同性婚に賛成する世論調査とかで賛成がもう6、7割、場合によっては年代によっては9割、若い世代だと9割が賛成っていうような、もう社会は明らかにこの数年で猛スピードで変わっているからこそ、さっき習い、主席、書記官は、更迭までされることになったっていうのは、もう大きな変化なんですよね。だから、言葉を投げつけられてしまって、傷つけられてしまう仲間というか、当事者の方たちのことを思うと、すごい腹立たしい一面で、ここまで変わってきたっていう思いもあって、で、皆さんもう変わってるのを気づいてくださいって。で、そうなんだねって、変わってきたんだねって、でもまあ幸せな人が増えるんならいいかねって思えるようになった方が、きっとこの先の何十年かの人生で、心穏やかに過ごせるんじゃないかなっていうことに、より多くの人に気づいてほしいかなって思うんですよね。ね、そ本の方が最大的に幸せな人が増えるかなって、異性愛者もそうでない人も。いや、本当そうだと思います。もう本当に。で、さらに言うと、これ、まあ、ずっと言ってる話なんですけど、一緒にこの、ゆるく語る憲法のシリーズを始めた大阪の南先生っているじゃないですか。大阪の南先生は、まあ、カミングアウトして自分はゲイであるっていうことで、同性のパートナーと一緒に事務所やってらっしゃいますけど、吉田先生とね。で、その南先生
と吉田先生のドキュメンタリーを見たんですよ。私まだ仲良くなる前に。MBS のドキュメンタリー、2013年かな？で、それを見たときにもちょっと衝撃受けて、で、私当時弁護士になって3年目ぐらいだったんですけど、で、弁護士になる直前になんか長く付き合ってた彼氏に振られて、なんかもう結婚する気満々だったのに、結婚とかの状況じゃなくなって、ほんとポーンって放り出された感じで、すごいなんかひねくれてたんですよ。まあ今もひねくれてはいるんですけど。で、もう結婚なんてどうでもいいよとかって言ってたんですよ。で、この、南先生と吉田先生のドキュメンタリーを見たときに、その結婚式の時に、そういう機会を持っていろんな人に、カミングアウトするみたいな、そういうセレモニーでもあったんですよね。それを見たときに、私本当になんか自分が、結婚する、そのものを、なんかこう、自分の意のままに扱えるみたいに思ってる、自分の傲慢さにすごい気づいて、本当になんか、なんていうのかな、もう、いたたまれないというか、もうちょっとすごく、それを全く自分が気づいてなかったっていうことについて、すごい衝撃受けました。自分は、自分次第で結婚できるって思ってるんですね。でもそれは本当に思い上がりで、なんか、結婚したくてもできない。結婚をしますっていうことがとても大変なことだっていう人がいるんだっていうことをね、本当に、思わされました。なんか私も結婚してるんですけれども、その2015年とかのこの問題に弁護士としてこう関わるようになる前に結婚をしていて、そして関わるようになった時に結構自分に唖然としたというか、あ、自分は結婚の自由が与えられていたことに全く気づきもしないっていうか、当たり前だと思っていて、与えられてない人が同じ社会の中にたくさんいるんだってことに、まあ、人としても弁護士としても、なんて特段関心も払ってきてなくってっていう、なんていうのかな。そんなに気づかない私ってすごい、なんていうか、びっくりもしたし、なんていうかな。これを罪悪感っていうとなんかちょっとまたおこがましい感じがして好きじゃないんですけれども、気づけてなかったことが、この社会の不平等をそのままにしてきた片棒を担いでる感じに、やっと気づけて、それ、だからいくつぐらいなんだろう？ 4、40 前ぐらいかな？ 30 代後半とか、30代半ばぐらいかな？だったと思うんですけど、いろんな勉強してきたりしたり、その人権のこととか、弁護士として取り組むみたいな感じで頑張るって思ってたのに、ここまで、そのまま無関心で来てたのかっていうところに結構自分に落胆したっていうんですかね。責任も感じたし、これはちゃんと頑張って、正しい形に社会を変えていきたいなっていう、そういうきっかけの一つでしたね。だ自分がいとも簡単に紙を一枚役所に出すだけで、無料で結婚できていて、その結果様々な法的な立場を手に入れてたっていうことを、同性婚の問題を通じて初めて可視化したっていうかな、自分で認識したっていう感じでしたね。だから、申し訳ないっていうのともなんかやっぱおこがましいか。まあ、とにかく、こんな社会ひどいっていうところをやっと気づいたみたいなところでしたね。本当に分かります。で、それでもう本当同じです。で、まあ、同性婚とかに関しては、まあ、憲法上の論点として、そうですね、性的少数者という意味で、憲法上の論点としてはいろいろありまして、まあ、今日はメインで同性婚を取り上げるんですけど、この性別変更の要件に関する諸問題っていうのも、実は結構憲法上の論点で難しいですね。まあ、いつかちょっとこの辺も、しっかりできたらいいなと思ってるんですけれども、性別変更の要件の厳し、こんなに厳しくしていいのかとか、いろんな、これは、まあ、トランスジェンダーの問題なんですけれども、いそうろいろ、ですね。あるので、またいつかちょっとやりたいと思っています。それで、ぜひぜひお願いします。で、性的指向とか性自認の問題っていうのは、私はやっぱ命に関わる問題だなと思っていて、今も話に出てきましたけど、南先生、吉田先生が代理人をされてました、この一橋ロースクールのアウティング事件っていうのもありましたよね。だから、アウティングされた
学生が、亡くなってしまったっていう事件がありまして、で、やっぱりちょっと、これは一橋大学にもやっぱ問題があったと思うんですけれども、本当に、なんだろうな、やっぱ人格の根底にあって、本当にその、対応を誤ってしまうと、人が死に至ってしまう問題だっていうことも、やっぱり忘れてはいけないなというふうに思っています。で、この一番最初に戻るんですけど、この、結婚の自由を全ての人にっていうこの訴訟なんですけれども、はい。主にこの、どんな訴訟でもあれですよね。問題になってるのは憲法13条、14条1項、24条あたりだと思うんですけど、それで間違いないですかね。そうですね。各地の訴訟で、全体の弁護団同士でも連携は取ってるんですけれども、各地の弁護団で、それぞれ独自に、法的な主張を展開しているので、どこに力点を置いて主張してるか多少ばらつきはあるんですけれども、そうですね、憲法24条の1項と2項に分けて論じてたりもするんですけれども、で、憲法13条を独立して論じてる場合もあれば、24条1項の問題の中に憲法13条も付延して考えるっていう主張の仕方をしたり、そういうちょっとした違いはありますけど、大体その、どの憲法の条文が該当するかっていう意味で、ここに挙げていただいたものになりますね。ね、だから憲法13条とか憲法14条は、包括的な権利を定めていると言われているんですけど、憲法13条は自己決定を保障しているっていうふうに理解されていて、どんな自己決定が憲法上保障されるかっていうのは、文言上一義的に明らかではないところがまた難しいですよね。そうですね。包括的規定なので、幸福追求権って言えば、すごく抽象的になってしまうっていう部分はあると思います。ただ、その分、社会の変化に憲法を適用させるためにも、こういう抽象的な包括的な文言があることで、昔は特に問題とされてなかった新しい権利が、憲法上の権利であると認められる根拠条文にもなっているので、抽象さゆえに大事っていうところもあると思いますね、13条。大好きです、私。いや、本当13条は大人気で、13条で喋りたいっておっしゃった先生、実はいて、そうなんですよね。やっぱ個人として尊重されるっていうところなんですよね。それで、例えばだからプライバシーとかもそうですよね。こそうので13すね。条で保障されるっていうふうに考えるんだっていう意味ですごく重要な条文であります。で、14条、これちょっと1項しか挙げてないんですけど、14条もすごく重要ですよね。法の下の平等っていうところですけど、うん、ね、平等原則の、を表す条文と位置づけられていると思うんですけれども、すべて国民はって書いてますけど、国民に限られないっていうふうに、もう今までの判例で積み重ねられてきていて、すべての人が法の下に平等に扱われなきゃいけないんだっていう基本理念ですよね、法律とかの。あるいは政治も含めですね。で、その中でもどういうもので差別しちゃいけないよっていうのが、例示列挙と言いますけど、例として挙げられたのは人種で差別しちゃダメ、信条で差別しちゃダメ、性別で差別しちゃダメっていう形で、差別、こういう差別はダメだよっていう基本理念を言ってくれている。これも私、憲法の中で実は一番好きなのが14条ですね。実は14条ってすごく、なんていうんですかね、使える条文だと思っていて、14条で考えると、結構、平等違反なんじゃないの？みたいなことって、とってもあると思ってて、多いですよね。特に同性婚なんて性別の差別許してないじゃないですか。そうですね。ここで挙げられている人種とか信条、性別とか社会的身分、または門地っていうのは、あくまでも例ではあるんですけど、どういう例として挙げられているかっていうと、本人の自由な意思でチョイスしたものではなくて、なかなか変え難いものが主に挙げられていると思うんですね。だから、非嫡出子、
の、相続分が差別されていたときに、それは違憲だよって言ったのも、非嫡出子として生まれるかどうかは、本人が選べない。選べないことなのに、それで差別するのはダメだよっていう論法だと思うんですけれども、そういった形で言うと、そのセクシュアリティっていうこと自体も、マジョリティになりたいと思ったって、なかなか自分で変えられるものではないっていうとか立脚すると、14条違反っていうところで持ってきやすいことの、なんていうか、差別の一つなのかなって思ってます。で、24条は確かに1項と2項と別々に論じることができるんですよね。だから一応1項も2項もここには記載をしてるんですけれども、1項は、1項がよく問題にされちゃうのは、この両性の合意のみに基づいて成立っていうところが、だから異性じゃないとダメなんだみたいなこと言う人いるじゃないですか。この辺どうですか？これって読解力とその法的な条文をどう解釈するべきかっていうスキルの問題も少しあるのかなと思ってるんですけれども、法律っていうのはそこに書いてる文言だけではなくて、それが制定された背景とか、どういう事情、あるいは社会的な事実に基づいて制定されたかっていうところ、背景の部分、を元に解釈するべきなんですよね。で、それは憲法も同じことで、それで言うと、これは明治時代とかに、二人の個人と個人の結婚ではなくて、家と家の結合、あるいは、なんていうかな、結婚したくなくても、女性がお嫁に行かされる、家のために行かされるとか、個人が自分の意思で結婚相手を選ぶことができなかった、戸主の同意が必要とか、そういう個人の自由による結婚っていうものが社会的に制約を受けていたこと、そういう時代を受けて違うでしょうと。個人と個人同士の合意で成立するんだよっていうことを言うために、ここで両性の合意のみというふうに書いてあるので、これを男性と女性という異性カップルの合意のみって読むのは多分間違っていて、こののみっていうのは、二人の合意にかかってるのみで、男女のみにかかってるわけじゃないと思うんですよね。と読むべきかなって私の方は思っています。ね、だからこれは、ね、私もやっぱ憲法はさっきの13条もそうですけど、このその権利ってそもそも目に見えないじゃないですか。だからその見えない、目に見えない権利をどういうふうに言葉にするかっていうことで、言葉によって発見してきたと思うんですよね。で、そのまだこれから発見できない権利があるっていうことを、当然それまでに発見した権利も、それよりもっと前には分からなかったわけだから、こうやってこう人類はこう言葉によって権利を見つけてきたわけじゃないですか。だからそういうふうにこう憲法は個人の尊厳を守るためにどんどん進化していくんだって、まあそういうふうに読んでいいというふうに私は解釈してるんですけど、だとすると、当然その、なんていうのかな、そういう制限的な、個人の尊厳を制限するような方向で解釈するのは、そもそも憲法は予定してないんじゃないかなっていうふうに私も考えてます。そうですね。あとその憲法解釈自体が、やっぱり時代とともに変わっていくものであるってところはもう社会的事実としてあると思うんですね。だから多分、20年前の憲法絡みの本とか、家族法絡みの本を引っ張り出してくれば、そこの教科書には、ここは、異性の話だと。異性しか婚姻認められないみたいな、憲法が同性婚を禁じているかのような、学説っていうのも、当時はあったんですけれども、結局、この何年かの社会の変化の中で、まあ、ほとんどの、まあ、憲法学者の先生方も、憲法24条1項は別に同性婚を禁止しているものではないよねっていうことは、皆さんおっしゃっていて、一応、誰を憲法学者っていうのかっていう定義が私もわかんない。一応、憲法学者と言われてるか、名乗っている方の中で、お一人だけそこは憲法禁止説であるというふうに、憲法が同性婚を禁止してるんだと。それはこう24条1項がこう、両性合意のみと書いてるからだと、おっしゃってる方も、ごめんなさい。
いるというふうには聞いてるんですけれども、それ以外の、まあ、現役って言ったらいいんですかね。今その論文を書いたりっていう形で、24条以降について解釈を何らかの形で発表している方っていうのは、基本的に24条1項は別に同性婚をさせちゃダメだよって禁止してるわけじゃないですよねっていうことは、もう統一した見解なので、憲法を変えないと同性婚を実現させられないっていうのはもう明らかな誤りだと思っていいと思います。ちなみに結婚の自由をすべての人に訴訟で、国側が被告なんですけれども、被告である国側も24条1項がこう書いてるから、憲法が同性婚を禁止しているんだという主張は一切してないんです。一行たりともそういう主張は出てきてないので、国もそれは言ってないっていうところです。大事なポイントだと思ってて、これ国ですらそれは言ってないってことですよね。憲そう法、なんです。解釈としてやっぱりそれは相当無理筋だっていう認識が国側にもあるってことですよね。そうですね。まあ、仮に24条1項が男性と女性の異性での結婚だけを規定しているものだと仮定しても、だからといって同性同士の結婚を禁止しているところまで読み込めないので、そういう意味合いでも、まあ、なんだろうな、同性婚違憲説みたいなのは、まあ、一般の方で言う人もまだいらっしゃると思いますけど、それはごめんなさい。憲法学的には完全に誤りですというそうふうに言うしかないんですね。ですね。現時点でもうそれははっきり言っちゃっていい感じですよね。言い切っていいと思います。はい。あ、いや、本当で、そう思います。私も言い切ってます。憲法の改正の必要ないと思います。ただなんか逆に改正をしないとダメだっていうところをもっと論理的に説明するものがあればぜひとも読んでみたい。見たことないもん、そんな中身がちゃんとある反対言説。本当そう。はい。あります。なんか、だから、要するに、やっぱ24条っていうのは、婚姻を、一人一人の、個人の選択に委ねるんだって、その家とか、そういう、なんか、そういう話じゃないっていう、家制度との、なんか、決別っていう意味もありますよね。そうですね。あともう一個大きいのは、夫婦が同等の権利を有することを基本としてって書いてる部分で、まあ、今でもやっぱり男女差別っていうのがあるにはあるけれども、やっぱりこの憲法が制定された当時に、女性たちがどのように結婚制度において虐げられてきたのかっていうところ、もう女性の意向を完全無視でお嫁入りさせられるっていうような実態があって、そういうのもダメですよって、女性たちの権利を守るための言葉として、夫婦が同等の権利を要するっていうのが基本ですよってわざわざ書いてるんですよね。で、まあ、ですからね。ごめんなさい、今聞こえなかった。選挙権もなかったわけじゃないそうです。そうそう。男女でくっきり分けて、明らかに女性の方が権利が与えられてなかった時代に、いやいや結婚については、夫婦2人の同等の権利っていう基本ですよね。っていうことも言いたくての24条1項なので、まあ家制度とか戸主制度みたいなのからの決別というか、個人の尊重っていう面と男女平等っていう、まあ両方の意味合いがここに込められていて、で、後者が男女のことしか言ってないから、その家制度の決別についても男女のことしか言ってないはずっていうのはなんかおかしな話なんですよね。ただ、まあ1個言えるとしたら、この憲法想定時、制定時か。制定時に、憲法を制定する作業をした人たちが、同性同士の婚姻まで想定していたかどうかっていうと、それは時代的に難しかったと思う。世界中どこ探しても基本的には制度として同性同士が結婚するっていう制度がまだ全然認められてなかった昔の話なので。でも、今2023年は違うでしょという話なんだと思うんですね。本当そうだと思います。で、ちょっとじゃあ大阪、結論をもう一回先取りして確認すると、札幌地裁は14条違反で違憲判決が出て、大はい、阪出ました。だったんですよね。で、これちょっと札幌と大阪のだけ拾ってて、先にちょっと大阪のを見てるんですけど、見てみますと、判決もし、この動画を見た人は、もし興味があれば、ぜひ全文は読んでいただきたいんですけど、
結構こう、事案の概要とか、まあ、性的指向とか何かとか、原告らの関係は何かとか、まあ、民法、戸籍法の関連規定で、争点及び争点に対する当事者の主張っていうのがあって、で、そこから裁判所の判断に入るんですけど、まあ、性的指向及び同性愛に関する現在の知見、で、知見の変遷とか、結構丁寧に認定していて、で、婚姻制度についても、欧米諸国における婚姻制度と、我が国における婚姻制度、我が国における婚姻制度に関しては、明治民法における婚姻制度で憲法の制定があり、まあ、昭和22年民法改正における婚姻制度っていうのが、まあ、概観、ちゃんとされていてですね。で、我が国における LGBT をめぐる状況、婚姻とかに関する統計とかっていうことも拾った上で、ようやく、まあ、判断されるわけですけれども、この辺がですね、なんか、婚姻をするについての自由は十分尊重に値すると。で、同性間の憲法24条が同性間の婚姻制度を設けることを要請までしてるかっていうと、それはちょっと無理ですね、と。解釈できませんと。でも禁止はしてません。で、個人の尊厳や多様な人々の共生の理念が大事なんだっていうことを言っていて、だから結局、なんかまあ大事なんだっていうことは言うんですよね。そうですね。あと、憲法は禁止してないよねっていうことを判決内で、まあ、明示してくれたっていうのも、大阪地裁判決の意義の一個ではあるかなと思うんですね。この同性婚を禁止しているわけではないって、ここを明示したんですよね。これは結構大きいことではあって、で、ただ、人格権の一内容とは言えないっていうふうに言って、まあ確かにその特定の制度を求める権利が保障されていると解することもでき、まあこれはこの判決がそういうふうに言ったんですけど、で、まあでもなんかその、婚姻というものは、こういう公認、公に認められるっていうことに関する利益は、人格的尊厳に関わる重要な人格的利益である。で、それは、異性愛者でも同性愛者でも異なるものではない、関わる人格的利益は尊重されるものってなるんだけどなんですよね、これ。そうなんですよね。え、なんか、ここまで来たら、なんか、あ、じゃあ、いけんいい感じ？みたいな。なんですよ。で、なのになんか最終的には、まあ、違反しないっていう結論になるんですよね、大阪。そうですね。まあ、24条2項と14条と一応分けて書いてあるんですけど、さっきのは人格的権利だから尊重、利益だから。尊重するべきとは言ってるんですけど、あくまでも利益止まりなんですよね。権利って呼んでくれてないっていうところで、憲法上の権利だっていうふうには言わなくて、そうすると単なる利益だから、立法裁量の範囲が広いと。で、立法裁量のその範囲を逸脱してるとは言えないから、24条2項には違反してないよねっていうのが、一つ目の結論ですね。で、でも14条についても、まあ結局立法裁量の話になっちゃってて、そうですね。広範な立法裁量があるから、その立法裁量の広さを考えると、違反するとまでは言えないみたいな感じですよね。そうですね。この縦3括弧2の A のとこに大事なことを書いてあって、恋の本質と、あと性的指向という本人の意思や努力によって変えることのできない事柄によって、婚姻っていう尊厳に関わる制度を利用できない。っていう、そういう区別取り扱いだから、ちゃんと慎重に検討しなきゃいけないよねっていうことは言ってくれてるんですよね。そこはいいんですけれども、実際の検討の中身がいいに書いてあって、それが問題で、そうですね。まずですね、その同性婚の制度が、あ、違う違う。道場、そこら辺ですね。道場1項は、異性間の婚姻については明文で婚姻をする自由を定めていると。同性間の婚姻については、これを禁止するものじゃないけど、何も定めてない。
まあ確かに何もはっきりとは書いてないよねってことなんでしょうね。で、もっと問題なのはその先で、異性間の婚姻と同等の制度を保障しているとは言えないけれども、保障しているとは言えないことからすると、立法目的との関連において合理性を欠くとは言えない。私はここの文章を言っていることの意味がわかんないな、と思っています。あとですね、あれどこ行っちゃったかな？一定程度、差異が縮まってるっていうのは、このどっかに書いてる。がね、私がこれまとめたんで、あ、そっかそっか。この後にですね、結局、合憲だっていうために、何個か理由を述べてるんですけれども、まだ議論の過程にあるよね。っていうことと、それから同性愛であっても別に結婚じゃなくって相手と親密な関係を築く自由は制約されてないよねと、一緒にいたければいられるじゃんってことですよね。で、それ以外の不利益、例えば民法上の契約とか遺言とかそういうことによって、ある程度そういう不利益も解消や軽減ができるでしょと。で、うで書いで、て、繰り返してますよね。そう、あとパートナーシップ制度が多くの自治体で始まったりとかして、国民の理解も進んでいる。など、要は男女との差異ですね、が一定の範囲では緩和されつつある。っていうことを理由に、今のその差ですよね。差は立法裁量の範囲を超えたものとは言い難いって言っていて、どこで差異が縮まりましたかねって、もう一回裁判所に聞きに行きたい気分なんですよね。全然制度上は埋まってないし、一部の自治体がパートナーシップ制度を使ってたって、法的効力ほぼなくって、そこに住んでなければ、その不十分な制度ですら使うことができなくってっていうことなのに、差異が縮まってるっていう勝手に謎の評価をして、だから、立法裁量の範囲内ってことでいいでしょ？っていう終わり方になっていて、ここがまあやっぱり訴訟関係者だけではなくてですね、全国の同性婚が必要だねって思ってくれ、当事者も当事者じゃない、あらゆる人たちも、みんなが憤っている部分かなと思いますね。なんかすごく大事な、なんていうかな、利益であるっていうことは、人格的な利益であるってことは言っておきながらですね、差異縮まってるよねっていう、ありもしない現実を評価して、まあ、結局結論ありきで書いたんだろうなと、法律家としては私は感じたところでしたね。そうですよね。だって、法律婚がないからやむを得ずパートナーシップ制度ってできていて、で、パートナーシップ制度ができればできるほど、じゃあ違憲判決が出ないのかっていうと、それすごく、なんかすごい、交錯矛して、盾ですよね。なんかすごくおかしいなと、私もこれ読んでて、ちょっと本当に考え、なんでこういうふうに途中で言ってんのに、結論がこうなるんだろうみたいな、本当、結論ありきで、途中は何だったんだみたいに思いましたね。確かに。なので、まあ、大阪判決は、意義としてはさっき言った、その憲法の改正は別に必要ないよねと、憲法が同性婚禁止してるわけじゃないよねっていうこととか、と、二人が、なんていうか、一緒に過ごして、法的に結合するっていう、それが人格的な大切な利益ではあるよねっていう、なんていうのかな、意義を、明示してくれているっていうところでは良かったと思うんですけれども、まあ、それでいくとですね、14条違反とかを、違反しないって言えちゃうのは、ちょっと本当は違くってっていうところで、まあ、控訴審でどのような判断が出ていくのか、あるいは最高裁で多分これどっちみち最後まで、立法が進まなければ最高裁まで戦わざるを得なくなっちゃうので、司法が、ね、人権の最後の砦としての司法が、こんなへちょい理屈で同じ結論書けるんですか、最高裁さんっていうふうに、ちょっと個人的には思っていたりします。本当思います。なんか、なんて言うんですか。まあ、司法試験に通らないと、法曹三者に基本はなれなくて、で、その中で、まあ、最高裁、まあ、てか、まあ、わかんないですけど、高裁の裁判官とか、最高裁の判事なんていうのは、まあまあ、すごい、こう、その世界で上がっエリーて、トみたいな。で、同じ勉強してて、なんか、私みたいな、そんなね、
なんて言うんですか、私でさえこれおかしいって気づくことを、いや、皆さん気づかないんですかって思いませんか、なんか、裁判官どうしちゃったんですかみたいなふうにはちょっと思いますけどね。裁判所っていうのも、当たり前だけ一枚岩じゃなくて、いろんな裁判官がいらっしゃると思うんですよね。で、裁判官、まあ、どの裁判官も一定の結論を考えて、それに向けてどう判決文を組み立てるかっていう、そういう職業的なプロの技を駆使するんだと思うんですけれども、やっぱり、当事者だって、要は結婚の自由を侵害されてる人たちの、困りごとだったり苦しみだったり、あるいはその前の段階の若い人たちが結婚ができない社会を見てどんなふうに感じてるかっていうことを裁判官一人一人が知ってってくれたら、もっと違う結論で書いてくれる裁判官もどんどん増えていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、裁判官自身が自分がこういうふうに認定して結論を書くこと自体が当事者への差別の行為だっていうことを多分自覚なくやってると思うんですけれども、そこを自覚してってもらえるように社会も変わっていくし、裁判所も変わっていってほしいなって思うんですよね。例えば裁判所という職場の中であまりカミングアウトをしている人がいないっていう現状があったりして、しづらい雰囲気が裁判所という職場に流れているっていうのを当事者の方からも聞いていたりするので、いないわけないじゃないですか、巨大組織なんだから。いっぱいいるけれども、まあ、オープンにしづらい、職場でこういう判決を書いているっていうことに、いつか気づいていただきたい。気づくためにもやっぱ、こういう裁判を起こすっていう投げかけで、いろんな裁判官に判決を書いてもらうってことが大事なのかなとも思ってます。いやー、でも本当、ねえ、なんか、長年連れ添ったその同性のパートナーが亡くなった時に、結婚してなかったがために、一切その一緒に築き上げた財産を奪われるっていうことも現実に起きてるじゃないですか。で、本当にその、なんていうのかな、リアルな困りごとなわけで、で、裁判所、まあ、はっきり言ってこれ立法してくれれば済む話をなかなかしないじゃないですか。で、それで異性愛者だったら紙一枚出してできることを原告という立場で一審判決もらうのに何年もかかる。で、それでもうなかなか変わらない。全部の判決が違憲って出るわけじゃないっていう戦いを強いているっていうことについても、やっぱりなんかちょっと裁判所にももっとその辺も分かってほしいなと思いますね。東京の原告の一人で、東京一次原告の佐藤郁夫さんという方がいて、私その方の担当弁護士もやってたんですけれども、佐藤郁夫さんは残念ながら一審判決が出る前に、ご病気で急逝されてしまったんですね。で、その電車だったかな？電車で出かけている先で倒れられて、パートナーの方も一緒に行って、病院に緊急搬送されるのに、パートナーも付き添って行ったのに、そしてパートナーだって伝えてるのに、病状説明をパートナー受けられなくって、ご本人はもう意識不明の重体の状態ですから、本人が意思表示できなくって、で、病状説明聞きたくっても、血縁者呼んでくださいと。血縁者に説明しますって言われてしまうっていうことが実際に起きて、まあ、家族っていうか、ね、もし男女だったら結婚できてたから、当然目の前に妻だったり夫がいれば、病院は戸籍で夫か妻か証明してくださいとかそういうこともなく、妻ですって言ったら、病状説明当たり前にしますよね。それが現実には受けられなくって、まあ、他のご家族に連絡がついて、ご家族経由で病状を聞いたっていう形だったんですけれども、そういう思いが全国各地でされている方が多いっていうことを、14条に違反してないとかって、本当に法律家として言えるのかなっていうふうには、やっぱ一つ一つのそういう事案を聞くと、どう考えても正当化できない今の差別だなっていうふうに、不平等って言えばいいですかね、かなっていうふうに思いますね。
本当そう思います。本当、もうおっしゃったことに尽きてると思います。で、この、札幌地裁は、ちょっと構成が違って、結構、まあ、諸外国における同性婚に関する状況を結構細かく認定してくれていて、で、それで、まあ、司法判断はどういうのが出てるのかとか、いろんなことを認定した結果、婚姻をするについての自由は、でもこの裁判所あるあるなんですけど、十分尊重に値するっていうのも要注意ワードではあるんですよね。なんか、認めてんのか認めないのかよくわかんないっていう。でも、24条違反とは言えないんだけれども、で、13条違反とも言えないんだけど、この札幌地裁の判決がすごいのは、14条違反っていうところを言っていくんですよね。で、私、札幌地裁の判決の14条判断っていうのは、例えば司法試験をこれから受けるっていう人にとっても、すごく参考になる書き方だなっていうふうに思いましたし、書き方はすなわち考え方じゃないですか。だから結構ここでも細かく挙げていったんですけど、立法裁量がそれなりに公判でも違憲っていうふうに書けるんだっていうことなんですよね。で、やっぱり性的指向は選択変更できないとか、そういうこととかもすごく丁寧に書いていて、で、最終的にここの「あ」の部分がまあ規範なんですけども、真にやむを得ない区別的取り扱いか否か、慎重にされなければいけないっていうことを言っていて、で、まあ、否定的な意見もあるんだと。で、そういうところも拾った上で、でも、精神疾患じゃないんだと。自己の意思に基づいて選択変更できないんだっていうことを言っていって、で、こういうふうに合理的根拠と書く差別扱いなんだっていうことをこう宣言するような、私は結構この札幌地裁判決はやっぱりいい判決だなと思ったんですけど、なんかいかがでしょうか？そうですね。まず、まあ、14条違反になるべきだって私はずっと信じて、この訴訟とか戦ってきているんですけれども、一方で、日本の裁判官がどこまで簡単に違憲判決を書いてくれるだろうかっていうところには、やっぱり懐疑的っていうか、なかなか、違憲判決をもらうってこと自体が日本ではすごく難しいっていう現実もあるので、まあ、期待もしつつ不安もありながらこの札幌判決を待っていて、結論が違憲だって分かったときに、もう、なんていうかな、ものすごい感動が広がりましたね。なんか、分かってくれる、その判決を書く勇気を持ってくれる裁判官がいて、その人に届いたんだなって、で、それ届いたっていうのは、目の前の多分原告たちが自分の人生を一生懸命語って、伝えたから伝わったんだなと思って、これちょっと話すとちょっと泣けてきちゃうんですけれども、そういう意味で本当に、まあ、まず本当嬉しかったし、司法も捨てたもんじゃないみたいな、司法の端くれにいますけれども、ちょっとそういうふうに思った判決でした。で、これ14条1項に違反するって言ってくれたことは本当に画期的だったんですけど、一方で若干気になる表現もあって、今の法律が、異性愛の人には、まずね、人をね、異性愛者と同性愛者に分けて議論してるんですね、そもそも。だからそういう意味で、その二元論もどうかなと思うんですけれども、で、異性愛には婚姻っていう制度を利用する機会を提供してるのに、同性愛者には、婚姻によって生じる法的効果の一部ですら、これを享受する法的手段を提供しないっていうところが、合理的根拠を欠く差別取り扱いに当たるって言ってて、一部ですらないんですよ、というふうに書いてる。で、結論を導き出してるんですけど、逆に返せば、一部だけでも与えれば、14条違反じゃなくなるかもしれないっていうことを、若干限界に匂わせるというか読み込めなくもないような書き方にはなっちゃってるんですね。で、私たちは同性婚っていう特殊な制度を、特殊な制度を作ってくれとか、特別な取り扱いを求めているわけではなくって、あくまでも普通みんなが育っていく中で誰でもいつか
好きな人とお互いの気があったら、自由に結婚できるんだって思って生きてきてるのに、その自由を、その性的指向とかで奪われている、セクシュアリティのあり方で奪われているっていう、みんなが持ってるはずの自由を制度に奪われてるんだっていうところを、元通り自由にしてくださいって言ってるだけなんで、婚姻じゃない制度でいいじゃないって言われると、それいい人はいいかもしれないけど、私たちが求めてるのは普通の婚姻ですっていう話になってしまうので、婚姻によって生じる法的効果の一部だけでも、つまみ食い的に、ちょっと、なんていうかな、準結婚みたいな形で、あるいはなんとかパートナーシップ制度みたいな形で作って与えれば、もうそれで14条違反はクリアだよって言われちゃうとなると、それは違うんじゃないかなっていう意味で、ちょっと、課題も感じる、判決ではあるんですね。で、あと結論としては、国賠自体は棄却だったので、そこも含めてですね、やっぱり原告さんたちは、一審だけで確定させること潔しとできないということで、控訴して、今、控訴審を頑張って審理をやっているという状況になります。嬉しい判決でありがとうと思いつつ、もう一声みたいな感じではありましたね。そうなんだよな。どうでしょうか。でも、そもそも、現時点で、判決3つ出ていて、で、まだまだこれから判決が、これから出るものもたくさんあるんですけど、司法のあり方っていうことについて、いろいろ感じられることっておありだと思うんですけど、そうですね。私たち、司法試験の勉強するときというか、法律を勉強するときに、まず、三権分立でね、立法っていうのは国会が作って、で、その法律をし、ね、なんていうかな、施行していくというか、行政を実際にやるのが、内閣とかその下の行政の部分で、そして司法っていうのは、なんていうのかな、人権の最後の砦として、その立法とか司法の部分で、こぼれ落ちちゃう部分をちゃんと司法で判断するっていう、そういう三権分立で、お互いになんて独立した機関としてあるっていうのを、小学校の頃から習うわけじゃないですか。で、そういう意味で、司法っていうのが、多数決でいいって言っちゃうのは、間違ってるんじゃないかなと思うんですね。少数者の権利が不当に侵害されているのを少数者が直してもらうとしたら、大多数のマジョリティの方に納得してもらうか、裁判所にいやいやそれはダメだよって言ってもらうかの二択しかないんですよね。で、今回の件で言うと、性的な少数者、異性愛じゃなくてっていうところの人たちが、いや、私たちも結婚制度っていう社会的に大事な制度を使いたいんですけど、なんでダメなんですかって聞いてるときに、いやいや、国会の裁量ですから、つまり多数決で決めるもんですから、とだけ言うと。で、一方、国会では、議論は慎重にやるべきだとか言って、慎重に検討することを検討するみたいな。で、結局全然検討してないみたいな状況が何年も続いてるっていうところで、その状況があるのに、司法が、いや、立法で、要は多数決で決めるものですから、違憲じゃないよと言っちゃうのは、もうなんか司法としての責務を、放棄してるっていうことになるんじゃないかなと思うんですね。で、さっき言ったように、日本で違憲判決を得るのがすごく難しいっていうのが現状としてあるんですけれども、それって司法のお仕事ちゃんとしてるのかなって全般的に思うし、こういう性的な指向とか、そのセクシュアリティという自分が変えたくても苦しんで、普通のマジョリティになりたいと思っても、どうしてもなりきれなかったりして苦しんでいるような方たちが、普通だったら誰でも使える制度から排斥されてる、門前払いされてるっていう状況を、それでも多数決で、要は半分以上の票を取るまで頑張んなさいというのは違うんじゃないかなって思います。なので、裁判官には違憲判決を書くのがちょっと大変、立場的に大変だろうなっていうのは想像はつくんですけれども、ぜひ勇気を持って、
札幌判決のようにですね、違憲っていう結論を出す裁判官が一人でも増えるといいなと思ってます。ありがとうございます。今後、次に判決出そうなのってどこになりますか？あ、よくぞ聞いていただきました。結構これから目白押しでして、てください。はい。まずですね、今、一審判決が出てないのが、名古屋地裁と福岡地裁。それから東京の二次訴訟の方なんです。東京地裁の二次訴訟なんですけど、名古屋と福岡はもう判決が出る日が決まっていて、結構近いんです。今年の2023年の5月の30日に名古屋地裁。それからそこから1週間ちょっとで福岡地裁で6月の8日に判決が出ることになっています。ここはボンボンと2本続けて出るようなイメージです。で、一方、東京の二次訴訟は、他の訴訟よりも、ちょっと2年ぐらい後に起こしているので、まだ第一審の審理の途中で、そろそろ尋問期日が決まってくるような感じで、次回は5月25日に予定しています。これが一審のまだ判決が出てない、訴訟の残り。近々の予定ですね。あと、札幌と大阪と、あとちょっと今日あんま東京地裁の判決の中身までなかなか触れきれなかったんですけど、東京地裁が違憲状態という判決を出してくれたけど、でも結論は違憲じゃないよっていう、ちょっと不思議な判決が出てるんですけど、その3つの裁判についてはそれぞれ控訴していて、それぞれの高裁で控訴審が継続中です。で、これも割と近くにいろんな日程が入ってて、東京2次の方、あ、違う、2次、これ1次ですね。東京1次の控訴審が6月の23日に1回目の審理があります。で、札幌は6月29日、大阪は7月18日に次回の期日が予定されています。なので、結構各訴訟で動きが激しめというか、それぞれの地域の、担当弁護団はみんな今頑張って書面書いたり、いろんな準備をしたりしているところです。ほど、ありがとうございます。この YouTube を見て、自分も何かしたいなって思った人は、どんなことをすればいいですか？そうですね。まず、さっきから日程をご案内した各地の、訴訟ですね。結婚の自由をすべての人に訴訟の各地の状況とか進捗状況、何時からどこの期日でっていうのを、もし傍聴に来ていただけるんでしたら、ぜひ裁判所に足を運んでもらうと嬉しいなっていうのが一つです。で、そのあたりの情報はですね、コールフォーというサイトがありまして、CALL4 って書くんですけど、コール4で、同性婚って検索していただくと、多分すぐにケースのページが出てくると思うんですけど、そこの公共訴訟を支援するサイトの中で、日程とか、あと今までに出したすべての、主張書面とか、そういったものをシェアしているので、そこで最新情報を拾っていただくことができます。なので、裁判自体に関心を持って応援したいという方であれば、今みたいに裁判所に来たり、あるいは各弁護団とかが発信している情報を周りにシェアしてもらうっていうのが、すごく力になるので嬉しいです。それぞれの期日で、だいたい期日報告会も毎回やっているので、そういったものにオンラインとかでもね、参加していただけると、また、それぞれ頑張っている人たちに届くと思います。それから、結局、立法で実現するっていう、同性婚というか、同性、法律上の性別が同性でも結婚、婚姻ができるっていうのは、立法の問題になりますので、国会に頑張って動いて、法律を制定してもらえればいいんですね。なので、で、じゃあ、それをどうやってやってってもらうかっていうと、大きいアクションとして2つあるなと思っていて、1つは選挙に行ってほしい。選挙で同性婚を、賛成する立場の人たちを国会議員に増やしていけば、まあ、今でももう40数パーセントとかになってるんですけれども、もうちょっとで過半数超えるので、選挙でそういう人を増やしていく。なので、一票大事なので、選挙に行っていただきたいのと、それから、まあ、選挙だけではなかなか結果がひっくり返らなかったりする場合もあるので、地元の議員さん、
国会議員、あるいはその国会議員の周りにいる地方議員さんにアクションを起こして、いや、同性婚やった方がいいですよっていうお気持ちをですね、伝えていただくっていうのもすごく力になります。各議員の人にお話を聞いてると、やっぱそういう声が届くこと、有権者からの声が届くっていうことが、まあ、立場を翻すというかね、考えを変えることの大きなきっかけになったり、あるいはそういう、立場を変える勇気の源になったりもすると思うので、お手紙とか、あるいは面談をしに行くでもいいと思うんですけど、あとはファックス送ったり、サイトからメールを送ったり、いろんな形ですね、その国会議員、地方議員へのアクションを起こしていただけると嬉しいなと。あともう一個、すごく広い話になっちゃうんですけど、周りの人に、ぜひ、同性婚ってどう思う？っていうような、なんか話題、を持ちかけていろいろお話ししてみてもらえると嬉しいなと思います。やっぱまだね、無関心な人は、無関心なままの人も結構多くって、そういう人たちが少しでも関心を持つようになると、知るきっかけになって、そっか、同士で結婚できないのってなんか変だよねっていう考えが、もっともっとみんなに伝わっていくといいなと思うので、それがいつか例えば選挙だったり、いろんな形で力になると思うので、ぜひそういう形で動いていただけると嬉しいです。ありがとうございます。それで、なんか、ちょっとでも時間のあれがあるんですけど、最後にちょっと関係ない話をいくつかお聞きしたいんですけど、はい。ランカー先生が、まあちょっと最初に聞いたんですけど、放送を目指した動機とか、もしあれば、なんか、そうですね。なんか、ちょっとじゃあ分かりやすい説明バージョンでいきますと、私、身近に、父親と叔父が弁護士で、身近な職業の一つであったっていうのはもともとあるんですね。ただ一方で、だからこそ、近いからこその反発もあったりとかして、あんまり学生の時はそっちの道に進もうっていうふうに思ってなかったんですけれども、まあ会社に入って、職業の業種的には何て言うか、営業職の、配属になったんですけれども、例えば売り上げを求めていったりとか、大きな組織の中で働いて、成果を上げていくみたいなことが、これずっと何年も頑張って働いていけるのかなっていう、なんかこう、やりがいがそんなに実感できなかったっていうか、これずっと続けていくのなんだかしんどいなみたいな感じがあって、あれじゃあ私何がしたくって大学まで行って、何がしたいの私っていうのもずっと迷いながら生きてきてるような人生なんですけど、その中でだんだんなんかこう人の困りごと、結構人に相談されて、こうしたらいいんじゃないとかいろいろ言ってあげるのが、なんて好きって言ったら変ですけれども、そういうのが結構機会も多かったりして、なんかやっぱ人の困りごとを解決できるっていう形で、誰かの役に立てる仕事っていいなって思う自分に、企業を勤めをして気づいたみたい。それで、あと分野として、まあね、相談して何か手助けするっていろんな職業あると思うんですけど、分野としては、なんかやっぱ身近だったのもあって、法律の分野が、なんかまあ自分の周りとか、弟とかが司法試験の勉強してるのとかちょっと覗いたりとかして、まあなんかこの問題面白そうみたいな。やっぱ私の頭は通信とか、なんていうか理系とかじゃないので、法律の分野の方が向いてんのかなみたいなのもあって、それでやるっていうふうになりました。なるほどな。そうか。なんか、これ、学生の、女学生っていうか、女子の、学生さんとかが、来てますって結構何人かに言われたりしたことがあって、そういう方たちへの、なんか、まあ、我々お姉さんからのメッセージっていうのもちょっとお聞きしたいんですけど、なんかあります？なんだろうな。そうですね。私自身は、もともと目指す一本道が決まってて、そこにこう突き進んでこれたっていうよりも、自分のやりたいことってなんだろうっていうのを、なんか一生かけてさまよいながら探しているような、そういうタイプなので、まあ、もしそういう人がいたら、ちょっと参考になるかなって思うことを言ってみようと思います。一つは、やりたいことが決まってないっていうことに、劣等感を別に感じる必要はなくて、
て、まだやりたいことに出会ってないだけだと思うので、いろんな人と会ったり、いろんなことに関わっていったりしていく中で、ご縁があって、やりたいことにつながるっていう人生の不思議は結構あるものなので、やりたいことを模索するっていうのも人生の楽しみ方の一つだと思って、長い目でいろいろやりたいこと、自分が心地いいと思えること、あるいは頑張るぞって思えることを探していくっていうのは一つかなと思います。あと、ちょっと弁護士の仕事も結構いいもんだよっていう話で言うと、弁護士資格って本当受かってみて思ったんですけど、単なる資格でしかなかったと思いません？なんか、弁護士になったら、こうドラマに出てるような弁護士像っていう分かりやすい活動があるのかなと思ったら、実はなんかその先に広大な活動フィールドが広がって、広がりすぎていて、そこで何をやるかっていうのもまた結構本当に幅広い選択肢があって、企業に勤めることもできるし、一つで自営業として働くこともできるし、で、弁護士ですっていう看板つけて人に会うと、割とこう、快くいろんな話を聞かせてくれたりとか、まあ尊重してもらえるような面もあるから、そこからいろんなやりたいことが広がっていくっていうこともあるし、なので、なんだろうな。自分の選択肢を広げるための資格取得っていう意味で、結構弁護士は本当幅広くってよかったなっていうふうには思ってます。その中で何かのきっかけで私だったら LGBT の話にたまたまつながってやりたいライフワークの一つが、こういうふうにできたっていうところもあるし、なんかそうやって不思議で面白いことだなって、知り合えた人もたくさん増えたなと思って、なんか彩り豊かに 生きてこれてるような気はします。なので、まあ大変な面も多いんですけれども、弁護士意外と面白いよっていうのは、なんかちょっと気になってる、目指してみたいかなみたいな人に伝えたい、ポジティブなお話として、メッセージを送ります。ありがとうございます。それで最後の質問なんですけど、これ皆さんに、弁護士の皆さんにお聞きしてるんですけど、私、美輪明子についてではないです。一般論で、テレビに出る弁護士について思うこと、あるいは期待していること、あるいは、普段思ってること、何でもいいんですけど、お聞きしてます。いかがでしょうか。私そうですね。出てるんで、いや、テレビに出て、幅広い人が見る中で、こう、あまり怒られずに、番組の意向の範囲内っていうこともいろいろ考えながら、でも、正しいことを伝えようとする努力ってすごい大変なんだろうなと思うんです。わかりやすい言葉を使わなきゃいけないし、なんていうのか、誰かを傷つけてしまうようなことにならないようにしなきゃいけないし、長くテレビでコメントだ、出す立場にいらっしゃる先生たちって、結構そういうとこのさじ加減をすごい気を使いながらやってるんだろうなと思って、すごいなと思ってるんです。で、中には、わ、弁護士なのにこんなことを言う人もテレビに出てるっていうのもあるから、ピンキリだと思うんですけれども、みんなのこう放送としての、なんていうのかな、最大公約数で大事にしたい部分ってあるじゃないですか。そこをちゃんと持ったままで出続けてくれる、宮先生みたいな人がたくさんいると、まあ、それこそ社会全体により良い形で、まあ、法教育だったり、なんだろうな、社会の良い形を伝えていく、なんていうかな、すごい大事なキーになると思うので、まだまだテレビは影響力大きいメディアで今のところあるので、出続けて、使い続けてもらうこと自体がすごい大変だと思うんですけど、ぜひ、ごめんなさい、一ファンとして応援していますっていう感じで、これからも頑張ってください。よくね、お仕事、他のもあって、家庭のこともあるのに、大変だなと思って見てます。ありがとうございます。いや、やっぱ一番大変なのは、本当に弁護士業っていうか、まあ、弁護士の本業が一番大事で、そこで私もいろんなことを感じたりとか、その弁護士業をする中で、例えばもう委員会活動とかも、まあ、それなりにしてるんで、一個一個の事件で、社会の矛盾みたいなのを感じたりするじゃないですか、するんですね。で、やっぱり、世の中の社会全体のちょっと歪みみたいなものが個人一人の人にバーンって出たりとかするっていうことを、これを少しやってたらみんな感じてるんじゃないかなって思うんですよ。で、自分がやっぱ弁護士業をやってる中で感じる不条理だとか、
をちゃんと伝えられる、みんながみんなそれを伝える機会もなかなかないから、伝えられる人間でありたいし、だからこそそういうことを日々ちゃんと知るっていうことがやっぱり大事だなとは思うんですよね。それでそのさらになんかその YouTube、そこからでもいい、何でもいいから YouTube 見てくれる人が一人でもいてくれたら、ね、正直たくさんの人が見る別にチャンネルではないんですけど、今日やった同性婚だけじゃなくて、いろんなこう、法的問題っていうか社会の問題ですよね。そういうことを多くの人、一人でも多くの人に知ってほしいなという気持ちで、皆さんにご協力いただいて、頑本当に、張ってください。はい、でも、それで、でも結局私、こういうなんか、いろんな仕事をしてる中で、こうやって、同業者に声かけて皆さん出てくれるのって、やっぱり皆さんが私のこと知ってくださってるからだっていう側面もやっぱあると思うんですよね。すごい、いろんな人にお話、専門家にそれこそ、弁護士っていう看板もありながら、あるからこそ、それぞれの分野のエキスパートにお話が聞けるっていう、この、ありがたい場所にいるっていうことを皆さんと共有したいなっていう思いで、これやってるんで、本当同性婚の訴訟も応援してますし、応援する人が本当一人でも増えてほしいし、私裁判官も見てるんじゃないかと思うんです。かもしれないですよね、結構人によってはね。なので、っていうのも、私、裁判所で一番言われるんですよ、テレビ見てますよって。へえ、そうなんだ。はい、もう裁判官も見てると信じて。きっと見てると思います。あ、じゃあ私も気をつけた方がいいのか。裁判官も見てると思うんで。うん。あと、ツイッターとかもね、結構チェックしてる人は、チェックしてると思うんですよね。裁判官、実は。はい。なので。匿名でね、よくツイッターやったりもしてるから、きっと見てくれてると信じて、はい、と思います。で、今日は、なんか、麻衣子先生をゲストに、同性婚訴訟についていろいろお話をお聞きしました。で、概要欄にいろいろ貼っておくので、ぜひ皆さんこれを見てください。よろしくお願いします。今日はありがとうございましうん。あ、た。こちらこそありがとうございました。また喋りたい言葉をぜひまた呼んでください。よろしくお願いします。はい。